皆さんこんにちは。青森県のご当地アイドルとして活躍する王林さん。今回はそんな王林さんの中国人ハーフ疑惑や好きなタイプ、現在の彼氏についてご紹介していきます。まずは王林さんの簡単なプロフィールから。名前王林、愛称ワンちゃん、生年月日1998年4月8日、出身地青森県弘前市、血液型 O 型、身長 170cm、 津軽弁の話し方も可愛い。王林さんは青森県弘前市の出身で、現在の年齢は24歳。地元青森県のご当地アイドルリンゴ娘のリーダーを務めていました。2022年3月をもってグループの卒業を発表しましたが、ソロとして数々のバラエティ番組に出演しています。2023年6月からは楽天イーグルスを応援するイーグルスガールの代表に就任することも発表されました。見た目と名前から中国人とのハーフなのと疑問に思っている方が多いようです。しかし王林という名前はリンゴの品種から由来する活動名で、本名ではありません。名前のイメージから中国人ハーフなのと一部では誤解されることもあるようですが、王林さんは純粋な日本人でハーフではありません。なお本名については非公開で明かされていません。王林さんのアイドルとしての活動歴は長く、9歳の時にモデルを目指して地元の弘前アクターズスクールに入り、芸能活動を始めました。小学生時代にはアルプス乙女というグループに加入して活動していました。この時の活動名、芸名が斉藤だったため、本名は斉藤なのと思われていましたが、リンゴ農家に多い名字なので斉藤名義で活動していたということで本名ではありません。所属していたリンゴ娘自体は2000年に誕生したグループですが、王林さんは中学生時代の2013年に加入、リンゴ娘としては2代目となる王林と名付けられ、リーダーとして活動していましたが、2022年3月をもってグループは卒業してしまいました。卒業後も王林さんはさんま御殿、今夜比べてみました、秘密の県民ショー、ダウンタウンデラックスなど全国区のテレビ番組にも多数出演。青森のご当地アイドルらしく、津軽弁の方言も可愛らしく特徴があり注目されていますよね。そんな王林さんの歴代彼氏にはどのような方がいるのでしょうか。一人ずつご紹介していきます。歴代彼氏1、中学時代の彼氏。名前不明、生年月日不明、出身不明、職業不明。噂になった時期2014年。王林さんの歴代彼氏1人目は中学時代の彼氏です。王林さんはキスマイ超ブサイクに出演した際に中学時代の彼氏について話しました。14歳の頃に初めて彼氏ができたという王林さん。王林さんは中学3年生からリンゴ娘7期として活動しています。リンゴ娘7期としての活動は忙しかったそうで、彼氏と会う時間も少なかったようですよ。歴代彼氏に羽田さん。名前羽田さん、生年月日不明、出身不明、職業プロデューサー。噂になった時期2020年。王林さんの歴代彼氏2人目は羽田さんです。王林さんは2020年にダウンタウンの王で好きな男性に羽田さんを挙げています。現場に羽田さんが登場した途端デレデレし始める王林さん。共演者には急に女になったと言われるほど、 SNS では王林さんと羽田さんは付き合っているのではと噂になりました。羽田さんは2018年に結婚されています。そのため王林さんと羽田さんが交際しているとしたら不倫関係になってしまいます。しかし羽田さんは奥さんにベタぼれのため王林さんと交際している可能性は低いようですよ。歴代彼氏さん、吉村隆。名前吉村隆、生年月日1980年7月9日、出身北海道、職業お笑い芸人タレント。噂になった時期2022年3月、
王林さんの歴代彼氏3人目は吉村崇さんです。王林さんは2022年にテレビ朝日公式 YouTube チャンネルで吉村崇さんとのエピソードを話しました。王林さんが下心見え見えの男芸人ランキングを発表。3位にランクインした吉村崇さんは王林さんに対して、本当は東京のどこに住んでるの？〇〇じゃないの？としつこく質問していたそう。視聴者からは狙ってるというコメントが多数。しかしプライベートで目撃されたわけではないため、ただの噂だったようですよ。歴代彼氏舘ひろし、名前舘ひろし、生年月日1950年3月31日出身愛知県、職業俳優。噂になった時期2022年8月。王林さんの歴代彼氏4人目は舘ひろしさんです。王林さんと舘ひろしさんは2022年に24時間テレビで共演しました。王林さんは会いたい人の名前に舘ひろしさんを挙げ、魅力を語りました。すごい大好きだから。そもそも顔がドタイプでダンディーで色気があって、どの仕草をしても舘さんってかっこいいと、その魅力を熱弁されていました。舘ひろしさんから真っ赤なバラを受け取った王林さんは大興奮。王林さんが舘ひろしさんに、舘さんの愛用品がもらえると嬉しいんですけどとお願いすると、危ないデカの映画で使ったというサングラスをプレゼント。しかし王林さんにとって舘ひろしさんは憧れの人で、交際しているわけではないようですよ。歴代彼氏後、高橋海人、名前高橋海人、生年月日1999年4月3日出身神奈川県、職業俳優漫画家。噂になった時期2022年11月。王林さんの歴代彼氏5人目は高橋海人さんです。王林さんと高橋海人さんは2022年に帰れマンデーで共演しました。安全バーを下げられない王林さんに、さりげなく手助けする高橋海人さん、彼氏みたいと話題になり、交際が噂されました。しかしプライベートで目撃されたわけではないため、ただの噂に過ぎなかったようですよ。そんな王林さんには現在彼氏はいるのでしょうか？結論から申し上げますと、2023年現在王林さんの交際相手に関する報道はないことが判明しました。ソロ活動をスタートしたばかりで、現在は仕事に夢中なのかもしれませんね。王林さんは好きな男性のタイプについて、鼻毛の出ている人、外国人で青森の訛りがある人、スキンシップがナチュラルな人、いざという時も頼れる人、話が長すぎない人、レディーファーストができる人、また容姿に関しては男性の手から肘までのごつさがある筋張った綺麗な手がフェチなのだそう。また王林さんは千原ジュニアのヘベレケに出演した際に、理想の結婚相手について語りました。王林さんは、私彼氏の条件がすごくて、理想がまず外国人がいいんです。海外の方が良くて、でもなまってる人がいい。青森の私と同じ言葉を喋る人と、外国人で青森のなまりがある人が理想の彼氏と答えていました。王林さんが今後どのような方と結婚するのか気になりますね。いかがだったでしょうか？今回は王林さんの中国人ハーフ疑惑や好きなタイプ、現在の彼氏についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。